スルタン・メフメト教は、イスタンブールを二つに分けている、ボスポラス海峡に架か,かる吊り橋である。イスタンブールを征服し、征服者と呼ばれた、オスマン帝国の皇帝、メフメト2世にちなんだ名称である。第二ボスポラス橋の通称でも知られる。ルメリヒサルト・ファティフスルタン・メフメト教ヨーロッパとアジアを結ぶ橋であり。 欧州自動車道80号線及びアジアハイウェイ1号線が通る。日本の政府開発援助のもと、石川島リマ重工業や三菱重工業などにより建設され、1988年7月3日に完成した。同年に開通した瀬戸大橋とは姉妹橋の関係にある。交通量は約15万台、比で主に通勤などに用いられる。 橋の西側約1トルの場所には本線料金所が設置されており、ヨーロッパ側からアジア側へ向かう車線に限り、通行料が前払いの形で徴収される。料金所では渋滞の発生が顕著である。歩行者は通行できない。東京料を抱えるトルコイスタンブールは、アジアとヨーロッパの両方にまたがっており、位置づけが曖昧である。これは、 日本の下の関市や鳴門市と事情が似ている。さらに両者は、海峡部をまたぐ吊り橋がかかっているという点などにおいても共通している。なお、イスタンブールと下関市は、姉妹都市の関係にあり、また東京領と関門橋は共にアジアハイウェイ1号線に指定されている。ありがとうございます。